ピーいらっしゃいね。インナキー、キンムギ、グランマ、クーちゃん、オナス、キリヤマ、ゴーストライターいらっしゃいね。デルタヌ、アシュラタン、北の大地、コッコ、ムギ、アナシスタいらっしゃい。ってことで言うから、ね、ご存知ですけど、どうもどうも。ちょっと枠切り直してね。ちょっと枠のタイトルも変えました。はい。まあ、目標チアリーダー500、応援花火300。もう不可能なんだけどね。不可能なんだけど、もうこれぐらいかなって多分無理なんで。あ、メグメロさんいらっしゃい。北さん、カンタロウもいらっしゃいね。これくらいいかないと無理。グッチいらっしゃい。なんで皆さんね、チアリーダーと、まあ、これ有料だな、間違いだな、ポンポン、目標。これだな。間違えた。あ、カンタロウ、メガホンありがとうね。みんな俺を信じろもありがとうございます。10倍ありがとう。ポンポン10倍ありがとう。ニャンボさん、ニャンさんもありがとうね。はい。ポンポンもね、どんどんください。ポンポンとりあえず1000。あ、一般ピンポンいらっしゃいね。まあ、1000目指して、まずポンポンを。ね、チアリーダー500とか、応援花火300。よくもう無茶書くと思うけど、もうこれじゃないと勝てねえんだよな、多分な。チアリーダー500でも勝てねえ。だもんね。多分。また1位のパイセンを見たい。チアリーダー1000じゃないと勝てねえ、多分。こっちにする。無理。親、もう親、もう無茶か兄弟にするわ。もうこれ。もうチアリーダー1000、応援花火500。もうこれしかねえよ。勝つ方法が。ねえわ。とりあえずコメント欄から消しといて。まあ、よろしくお願いします、とりあえずね。はい。まあ、これからだな。まあ、放送に来るのはね、まあね、まあ、閲覧は大体500、600くらいは行くから、まあ、そっから新人がどれだけポンポンを投げてくれるか、どんといらっしゃい。もうそこに期待だよな。あ、延長チケット買わねえとダメだな。13枚。13枚だぞ。あ、放送大丈夫か。どんといらっしゃい。約60万。いや、60万円とは限らない。あ、そっか、リスナーがってことか。リスナーが60万円。60万はもう余裕で超えるんだけど、相手は。あ、どんてやると。60万、半分でもいいんだよね。ってことは。30万でも、相手と接戦になるから、多分。でも、これぐらいないと厳しい、今回、デルタの。もう相手にさ、相手は33万票で余裕だもんね。まあ2位でもまあ仕方ないのかな。もう諦めモードですよ、8時じゃ。しょうがない。俺結局今日ずっと放送してたよ。放送してた。放送だけで1日が終わったよ。悲しいことに。あ、どんてメガホンありがとう。あとはみんなあれでしょ？まあね、多分、デルタルンとかは、秋向きあるぞ。まあ放送、人足いらっしゃい。まあ俺の放送に付き合ってくれたら、リスナーもずっといるし。ああ、まあね、日曜日か。日曜日だから、まあ彼女とデートしたりとかしてる人もいたのか。彼女、彼氏とデート、嫁さん、旦那さんと出かけたりとかする人も、でもまあ、閲覧多かったからね、いつも通りね。あとね、口座からのお金下ろしました。あ、くーちゃんありがとうね。私も一日パイセンの放送、ユリア、ありがとう。口座で1万8000の口座、おろしました。はい。で、タバコをね、買った。ヒューマ先輩らしい。タバコ買って、そう、タバコを4箱買って、買いました。とりあえず。4箱買った。で、あと1万6000円。おとといはデートしながら、ユーガさん見てました。おかしいでしょ、もう。お外にいるとき、他の放送見ない、人の放送見ないからな。見ないな。よっぽどのことがない限り見ないかな。あ、キツリンありがとう、ポンポン。ありがとうございます。髪の毛やっぱ太くなったんだな、これな。髪の毛染め直したいわ。来年髪の毛染め直そう。何々論がだ、そもそも論だろ。トシいらっしゃい。そもそも論ね。
あ、みずいらっしゃい。アダルおみずるさんもいらっしゃいで、どうも。みーちゃんいらっしゃい。タツジム。あとね、明日雨なんだよ、天気は、そういえば。明日雨なんだけど、あ、マラトンいらっしゃい。明日雨なんだけど、31日。一応だけど、明日ちょっと雨の日に、ちょっと、浦和西警察署電話して、まあ、今日無理なので、明日浦和西警察署に電話して、僕の携帯電話が、落とし物で、届いてるか届いてないか。グランマールド、私のタバコ代、ありがとうございます。タバコ2箱分ぐらい。分、ありがとうございます。ありがとうございます。浦和西警察署に電話して、俺の携帯電話が落とし物で届いていたら、31日に取りに来ます。届いてたらだけどね、多分、俺は、駅前周辺で多分物を落としてると思うから、届いてたら、届いてる可能性、駅前周辺、結局駅で降りてるから、与野駅でタクシー降りてるから、与野駅なんだよね。与野の時に亡くなってるので、あるといいよな。あったらもうすぐ取りに行く。もう電車で取りに行ってもいいんだけど、ただ警察署って駅前にあるわけじゃないじゃん。だから現チャリの方がいいのかなと思って、したら現チャリ配信でやりながら、与野警察署に行こうかと思ってる。与野警察署や、浦和西警察署、原付で、多分2時間あれば行けるだろうから、浦和だったら。31日。シアがいらっしゃい。ポンポンね、どんどんね、ポンポンと、あ、と、えー、8時か。今日は、今回はちょっとやばいな。なかったら風船一発出す。どうなんだろうね。みんな携帯電話落としてたら、届ける？逆に。携帯電話落ちてます。届ける？そこなんだよね。携帯電話は路上に落ちている。それを届けるか届けないか。俺、放置してる方が届ける？回電話。俺は放置するような気がするんだけどな。見て見ぬふりじゃないけど、届けるんだ。見て見ぬふりしない。俺見てる見ぬふりするよ。俺は。一時、まあ、駅前だったら交番届ける気分もあるよな。追跡があるからか。いや、パクんなくてもさ、そのままさ、放置ってこともあるじゃん。見て見ぬふりじゃないけど。財布が落ちてたりとかすれば別だけどさ、届けるだろうけど。いや、パクんなくても、要はそのまま放置するのもあるじゃん。3回届けたんだ、携帯電話落ちてて。俺が電話使えねえからな。電話機能使えない携帯電話だから、俺が持ってる今、携帯って。アメゴン、ありがとう、一足。どうなんだろうな。届いてりゃいいよな。絶対にもう、あ、ミンクありがとう。親はね、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。一歩ずつ、一歩ずつ。8時か。こっからだな、こっから。もう閲覧が多分400ぐらい。契約できないもんな、お前。契約します、僕。LINE モバイルです、みーちゃん。はい。知ったか知らない、知ったか知らないでください。あ、ポンポン、ありがとうございます。私はショッピングモールで見つけたとき、パクると思われたら嫌だから、近くの店の店員に処理してもらって。なるほどな。まあ、そうすると交番に行くか、交番とか警察署に行くか。いやー、どうにか届いてりゃいいな。届いてれば、もう電話がねえと、いや、不便で、まず。何が不便かって言ったら、LINE がパソコンでしかできねえっていう、パソコン持ち歩くわけにいかないでしょ。LINE の連絡とかさ、ツイッターもパソコンでしょ？柴山さんいらっしゃい。女名義？え、俺の携帯電話が。だから俺言ってんじゃん。だから。LINE モバイルってのはみーちゃんね、他会社とは関係ないの。勉強した方がいいよ、もうちょっと。学の方の勉強じゃなくて、知識教養な。バカ。あ、チアリーでありがとうございます。あんみつありがとうね。
そんな投げる。いえいえいえ。あやかいらっしゃい。あすかいらっしゃい。私過去に携帯なくして、そのまま帰ってこなかった。やっぱあるだろう。バーサスいらっしゃい。そこなんだよ。そこなんですよね。ちょっと気をつけねえとな。携帯電話、まさか、だからもう記憶にないんだよね。記憶にない時に落として、俺携帯電話まさか後ろのポケット、左のポケット入れてて、今まで落としたことも何もないから。あ、三日坊主チアリーダーあると。タクシーの中、俺タクシーは電話したんだよね。ニコ生貸してるけど、銀行もできないから、悠長だよな。タラララララ、ずっと夢を見て、てててててて、僕は、てててててて、みーちゃん、てててて、ずっと夢を見て、てちゃん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 。じゃん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 
ンチェラジャン、ジャン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 ですよ。カズミカード、あ、これね、ビザとか書いてあるけど、あれですかね、デビットカードですからね。僕、クレジットカードの審査は通りません。ミンクはチアリーダーありがとうね。メガホンも一足もありがとう。そう、通らない。デビットは通りません。